とうございます。今日はあれですね、席が満席というかねえ、はい、2階に1人もいないのはチケット売れなかったとかじゃないですよね。OK かな。さあ、ですね、本日はふなっしーランド船橋7周年イベントということで、早いですね。ね、これ系の1周年のイベントが来るために早いなと思うんですけど、ぜひ皆さん今日は楽しんでいただきたいと思っております。フェニャ来るかい、立ちでいい。はい、でですね、今日なんですけども、私とそして五郎から事前にですね、前説といいまして、皆さんにお会いする前に、アナウンスさせていただいたんですが、まずホール内では常時マスクをご着用ください。はい、とはいえ、してない人いないので、まあ一応言っとく感じです。はい、そして続いて座席の移動価格をお断りいたします。本日指定席ですので、そんな方もいらっしゃらないと思います。そして、着席時に自席の前を他のお客様、那須友さんが通る場合は接触を避けるようにご協力をお願いいたします。これあるあるですね。私は結構トイレが近いので、真ん中の席に当たるとすごい悲しいんだけど、ね、そのあたりちょっと譲り合いでお願いいたします。続いて出演者に対する大きな声でのご声援ご遠慮ください。声援は拍手にてお願いいたしますとありますが、先ほど五郎ちゃんが登場した時にもそういう方一切いらっしゃらなかったので、こちらもしっかり守っていただけることと思います。はい、はい、そしてイベント終了後ですが、こちらはですね、規制退場と申しまして順次ご案内していきます。ちょっとお忙しい方ね、急いで帰っていけないという方もいらっしゃるかもしれないんですけども、こちらも感染拡大リスクを、ね、少しでも下げるためにご協力いただければと思います。あれ、五郎待って、マイクない。マイクありますよ。後ろのお友達、五郎の声聞こえますか？聞こえてるよね。でかくない？絶対入ってた今ね。ふにゃ、今日またメインコイン衣装着てるから、もしこっちの方来てみんなに見せてあげな。恥ずかしいの？恥ずかしいのか。そうか、ほら、見たい人、ふにゃの可愛い姿。あ、ほら、逆に、まだ足りない。はい、じゃあ、ふにゃもおいでおいで、こっちにね。こんなところにね、すごくかわいいの来てるからね。ー、また後ほど、ふにゃと五郎もしっかりと登場してもらうんですけど、今、前説ということ、自己紹介をそれぞれしてませんでしたね。あ、そうですね。そうですね。あ、じゃあ、ちょっと先生の私、先によろしいでしょうか。はい、はい、あ、五郎から。忘れちゃったんです、自己紹介。あ、すいません、フリーアナウンサー略してふなっさーの愛知こと横町愛と申します。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。あ、バラ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 。さあ、そしてこちら皆さんの右手にいるのがふなっしーお兄ちゃんの56番目のお誕生ふなこさんです。はい、ふなこさんです。かわいいですね。さっきカリアナもね、しっかり染めてくれました。バッチリ。連休プレイがいいね。さあ、そして皆さんの左手におります、今日は桜の妖精のように非常に可愛いこの白の猫ちゃん、ふにゃっしーの飼い猫ふにゃっしーです。ふにゃっしーの飼い猫ふにゃっしーの飼い猫ふにゃっしーです。すごい妖精みたいだよね。ねえ、ね、そうだね、すごい似合ってるし、いいと思いますよ。はい、あ、でですね、ちょっと上で確認しなかった、あ、イベント中の撮影は OK ということですので、はい、うん、今日は OK です、はい、でただですね、1脚3脚持ってる方、ご自身よりも目線高くならないように後ろのお友達へのご配慮お願いいたします。また撮影中高く、ね、手が上がらないようにお願いしたいのと、あとずっとね、こうスマホ見て動画撮ってると、せっかく目の前に生の果実がいるのにもったいないです。なのである程度撮ったらちゃんとこちらのイベントを堪能することをお勧めいたします。もうちょっとかな。どう最近頃。最近どう。順調。順調？何？順調でもないけど。ないみたい。結構上がりけり。上がりけり。糸上がりけり。なんかいろいろ気分を上げなきゃいけなきゃ
けどなんか清らかな気持ちになるよね。そうそう、気分がすごい健やかになる。健やか、心がいいと思う。心がいいと思う。心がいいと思う。なるほどね。そうだね。うん。でも最近もね、なんかいろいろともうそろそろマスク外しんじゃないかみたいなこう気配になったと思ったらまたね、っていうのもあるから早く遠征とかもしたいですね。ねえ。はい。さあ、フニャはもうサービスタイム。サービスタイムですね。サービスにゃんこになってる。はい、ちょうど桜のお色だっけな、ドレスが。ちょうど桜のお色だね。ね、かわいいのかな。そうだね。ゴロはなんか柏餅っぽい。あ、ゴロは元気、こう、うん、ビタミンカラーっていうんですかね。あ、元気のね。元気のね、そう、みんなも上がりけりで、上がりけり、はい、じゃあ今日は楽しんでいただきたいと思います。ホームじゃない、ハウス。ホームって名前。戻ろうか、ハウス戻ろうか。マイマイじゃない、マイマイじゃない。ほら、お兄ちゃんも、お兄ちゃんの用意ができましたよ。行こうか。ね、後でたっぷり時間あるから。はい。もっとさ、あの光がバーって当たるときに出よう。さあ、ということで、この後イベント本番になりますので、皆さんの左手から札幌、そしてふにゃっしーでした。ありがとうございます。長いね。ではこの後もイベントを楽しみください。そんな焦んなくて大丈夫よ、気をつけて。はい、私？あ、配信？あ、愛知？
か知らないけど。何個配信して。じゃあ今日やってない。やってないの。ないですね今日は。だからもうこの会場にいる皆さん。皆さんだけ。そうですそうです。はい。そうですね、もう何新年度になりましたから。早いね。早いよ。本当に。先月あれできてさ。うん。もうあれでも言い方がもうダメでした。そうね。10年の時の流れを感じるわね。10年あっちまうしな。ねえ。あの船田道って岡山行ってたんでしょ。はい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 。おう。ツイッターでね、話がちょこちょここうリポートしてくれてましたけど。ね、前回が高知で、その前で広島だったでしょ。うん。あ、広島の時ありがとうですね。広島ね。ね。あっちもね。そうそうそう。中四国をこう行ってくれてる、ありがとうございます。ね。また、またあれですよ。中四国リターンし。ねえ。え、なんでさ、岡山になったのまず。マジか気になるなんか右目だけなのが気になる。あの、二度と使えなくなる。これが決めるから、これが決めるから。そうそうね。これで収納議員なんですよ。二度とあの向けなくなりますから気をつけてください。はい。でも岡山よかったよ。まあいいとこだけど。え、なんで岡山だったの。岡山さ、もう、備前長船市ってのがあって、あ、違う、備前長船町か。はいはいはい。瀬戸内市。はいはい。になるかな。うん。ね。行ってきて、そこでね、日本刀のメッカです。覚悟しておりました。この笑いは、お前の私に丸出しだなと思いました。嬉しいですよね、拍手。この通り。どうも見方として。いや、でも本当に、趣味も丸出しで、うん、あ、やっぱ岡山市内がすごい、行ってみるとやっぱいいね。瀬戸内海さ、こう周りだったらもう夕日が綺麗ですね。ああ、そうだね。刀ももちろん。刀はね、でもね、刀だけじゃないでしょ。うん、美観地区ってのは倉敷市って言ったら、本当に昔ながらの、ね、蔵造りの家がいっぱい並んでて、うん、そう、めっちゃ楽しかった。そうですね、美観地区で、なんかこう映えるよね、どこで撮ってもね、写真を。そうそう、うん、なんか一説によると佐保市が岡山出身らしいんだけど。一説によらんでそうですね。そうそうそう、なんだっけ、八幡村で有名な場所なんだっけ。あれどこだったっけな、佐保市。津山。そうそうそう、津山出身らしいんだけど、うん、行く必要ないなってことで、キャッチ。普通ね、ここまで来たらちょっと実家訪問とか。頑張ってますよ。あ、でもあれはそうだね。うん、次長課長ともそうし。あ、そう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 。あと役所のあれだって。またあれあれまたあれあれ。あれだって。あれだって幸せに出てる。ところ上司じゃないよ。ところ上司じゃない。小田切り上。小田切り上。希望です。嘘でもな
ちょっと、だっていつまでにできるとは言ってないんだけど、これから先、千葉県内に3つぐらいできる可能性はある。まあまあ、いなせないですけど。ただ、あの、ね、ラストマの皆様、ちょっとどっちなんだろうっていう物議がちょっとあったということで。でも、この際だから、ここにいる皆さんに視聴者に訴えてください。なし、バックスク言いましょう。そうですね。皆さんの力で、なしに協力してみますよ、接着さんの3パックまで。サッパーのロケです。はい、はい、じゃあみんなでね、政治みたいな時に実現していきましょう。サッパーの千葉県内のロケです、うん、いきましょう。はい、ちょっとさ、場所変わろうか。いい、あの、はい、お写真タイムでちょっとすみません、はい、変わりましょう。はい、行くよ。はい、さあ、もうあと最近はね、結構刀付いてたりもしますけど、はい、はい、どうですか、新しいの方に増えたりはしてるんですか。いや、でも落ち着いた。あ、やっと、うん、よかった。まあ、なんかもう欲しいもん大体買っちゃった感じで。じゃあテレビでやってたあの陳列台みたいな。そうそう、陳列台っていうか。なんでか、なんか急に陳列じゃないね、刀の展示ケースね。うん、あそこに収まるくらいになってる。あ、とりあえずあの壁もかかってるけど、うん、大体収まるぐらいで終わってる。あ、でもあまり増える予定はないと。今50ちょいじゃん。待ってくださいよ、変わってないって言いませんでした、このなしさん。もう今増えてないっていう。同じぐらい。同じぐらい。あ、
池袋って年末だっけ。いや、年明けじゃなかったか。年明けだよ。あ、年明けだ。うんうん、そうか。ふにゃも同じぐらいのタイミング。ね、にゃ、ふにゃも一緒だった気がする。ね、なんか書いておりますよ、ふにゃ。おぷん、歌詞ありがとう。あ、そうそう、歌詞書いたの。お母さんが。
さあ、じゃあくじ引きお手伝いします。はい、お願いします。本当にないの？ないよ。ないね。じゃあ、ゴロとフネはそれぞれ5枚引けたらいいかなって感じ、はい、ぐるぐる混ぜていただきまして。これくじ、超ちっちゃいよね。ねえ、大丈夫かな。あ、すごい、細かいサイズで。多分今までで一番ちっちゃいね。一気に、まあ、5枚取れれば。5枚も引くのって言ってるよ。そうなのよ、10人だから。10人、ちなみにサインがこれです。そう、かわいい。ちょっと後ろの方見えづらいかもですけど、オリジナルの。今日も右下に特製のイラストが入って、サナシのイラスト入ってますので、かわいい。フナッシーはすごいでかく描いてて、ゴロウにいて、フニャいないってことだ。これ後ろと同じ。あ、フニャのサインを探してくださいだって。じゃあ書いてあるんで。フニャ1シリーズ。ゴロウがさ、もう引いちゃった。20枚ぐらい一気に引いてた。あ、じゃあ俺3つある、はい、これ1回で書いてれば全部1回でしょ。今日全1回です。そうですね。あ、はい、じゃあゴロウに発表してもらいましょう。うん、じゃあゴロウ、はい、これ見える？シュレッダーかけた紙ですかね。それぐらい細かい。確かに。ね、じゃあゴロ読んでください。はい、じゃあ次は、これいこう。うん、17列、17番。すごい、17、17。あ、はい、おめでとうございます。あとで、じゃあ渡しますね。はい。はい、じゃあ次行きましょう。はい、オッケーです。じゃあ、12列6番。
12列6番あ、いたいたいた。はい、おめでとうございます。この方がやらないので1枚だけ、はい、どうしよう、引かなきゃいけない。うざみが引くねえ、1枚引けるかこれ。いい返事だったねってふにゃが言ってます。これじゃあふにゃもう1枚引ける。うん、行こっか。はい、お、いたいたいた、行けてよ。今ね、地味にふにゃがここにこう分かります。あの、こう股がこうガッと入ってちょっと痛い、痛いよね。行けてだね。ガッと今足足かわいい。はい、行きましょう。さあ、1枚引けるかな。1枚だよ。1枚は無理だぞ。難しいよ。人間でも難しいよ。あ、引けた。あ、1枚これでいいね。はい、引けた、引けた。はい、1回12列の22番ふにゃ、ふにゃ、ふにゃ番12列の2番のなしともさん、おー、なしともさん、ありがとうございます。以上、10名の方ですね。はい、以上、10名の方、おめでとうございました。改めましてですね、当選された方、イベント応募用紙の控えで確認をさせていただきますので、イベント終了後、ホールでそちらをお持ちください。当たらなかった方、ごめんなさい。ご参加ありがとうございました。以上、
キャッチコピー考えろって、もうふにゃしーラックにしちゃってますけど気づかなかった今。そうだね、あまりにも自然すぎて気づかなかったけど、ただ夢を叶える場所ということですね。はい、なになに、ファンタジー、あ、ファンタジーいっぱい、そうだね、確かにね、夢のある場所だと思いますので、じゃあふにゃの提案はこちらということですね。城つく、そろそろ城作ってほしい、さっき自分でさ、なくなるって言ったじゃん最後にそびえ立つのと思ってあ、次が城、なるほどね、ふなっしーランドが一旦落ち着いたら次城が立つかもしれないらしいです。さっきね、言ってたもんね、おとぅんもね、なんか言っとけば叶えるかも、叶うかもしれないってね。はい、じゃあそこを胸に、叶うか知りませんが胸に刻んでおきましょう。はい、ありがとうございます。はい、さあ続いては船五郎行きましょうか。船五郎が考えた船シーランド船橋本店のキャッチコピーはこちらです。じゃん、おっかわいい、
そう、かわいい感じでね、まあ実際にふにゃもやりたいことがここで叶ったという思いを込めたそうです。じゃあね、ふなっしー名誉店長から見てこのふにゃのキャッチコピーはどうですか？いいね、まああのちょっと猫カフェっぽいよね。あ、猫カフェっぽいだね。かわいいかわいい。ね、夢を叶える場所、どうした？よかったね、まさかのよかったって言われたね。なんかふにゃが伝えたいみたい。はいはい。あ、次はお城にしよう。あ、お城作る。あれ、今日でも4月1日じゃないよね。ちょっと本気。ふなっしーランドは次お城にしようということですね。大変でふなっしーも神社作ってお城作って。ねえ。こうやってね、ふなっしーの、キャッチコピー出ましたけど、海でもいいよって、ね、あの万能じゃないんだよ、ふなっしーもね。さあ、それではですね、名誉店長のふなっしーにもやっぱりここ考えてもらわないとなと思うんですけど、あ、でも特にあれかな、考えてもらうっていうのは特になかったです。ないんだね。どういうこと？じゃあこの2択ってことですね、実質ね。はい、じゃあいずれもね、あの素敵なキャッチコピーでしたので、こちらこのふなっしーのキャッチコピーに関しては今後ふなっしー本店で展示をしたいと思ってます。おお、はい、また掲示されましたらふなっしー本店のツイッターなどでお知らせいたしますので、楽しみにお過ごしください。ありがとうございます。さあ、それでですね、本日はもう一つコーナーがございますので見ていきましょう。続いてのコーナーはこちらです。ふなっしーランドホテル妄想、ふなっしーランドホテルっていうのはふなっしーが総支配人を務めて、はい、ホテルスタッフとしてなしファミリーが働くという架空のホテルなんですが、あの現在、ね、グッズがすごく出てるんですけど、めちゃくちゃ素敵でね、あの人気もすごいと、ね、おしゃれなんですよね。で、今日はそんなふなっしーランドホテルが実際にあったらという妄想してもらいながら、はい、皆様には大喜利をやっていただきたいと思っております。なになに、芸人じゃねえ。芸人じゃねえでって書いてる。口悪いよ、いや口悪いでしょ。じゃねえ。はい、さあ、それではですね、早速やっていただきましょうか。まあ、皆さんもですね、そんなふなっしーランドホテルが実際にあったらって妄想してもらいながら大喜利ちょっと参加してみてください、頭の中でね。では行きましょう。で、はい、大喜利といえば、やっぱ大喜利といえばというか、うん、あの大喜利といえばということで、やっぱ関西のこの人呼ばないとねというので、ちょっと呼んでいきましょうか。やつるん、ちょっとあんま今日出たくない。なんかね、ずっと今日出たくないんだって。恥ずかしい、恥ずかしい。出ようよ。いや、やっぱここはね、ちょっと関西の力を。お前めっちゃ出たいやないかい。せっかくなんでね、せっかく、一番極めてこのコーナーって出たいだけ。違う、ここでね、バレンタインキス歌ったんですよ、僕この間ふなちゃんのバースデーの時に。そう、恥ずかしかったな。改めまして、あのふなっしーチームグッズ班のゆずるんです。よろしくお願いします。ちょっとお手伝いさせていただきます。バレンタインキスも一緒に盛り上げていきたい。はい、はい、何だ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 、黒の子です。あ、黒の子見ます。いや、これ出すとめちゃくちゃウケるんですよ、毎回。BCG。ふにゃがもう、ゆずるもふにゃが事務所的に共演 MC ですって言ってます。あ、そうなの。気に入ってくれてると思ったのに。ふにゃちゃん喜んでると思ったのに。ここでハードル上げしたら、京都の時どんな格好するのか、ちょっと大変ハードル上がりですね。はい。はい。さあ、ではですね、ゆずるも、ウザリンも参戦していただきまして、いきましょう。最初のお題はこちらです。じゃん。ふなっしーランドホテルが発表した新サービスとは？おということで、はい、こちらを考えていただきましょう。考えてくれた方は挙手で発表をお願いいたします。はい、お、ほら、はい、今後どうぞ。なし室内
おお。これ以上。最後ないですか？いや、まあ、じゃあ僕譲るですか？はい、じゃあ、はい、
ゆずる真ん中でせっかく発表するそんなん言い合えばいい。でもね、いや端っこで端っこがいい。フランシーランドホテルが発表した新サービスとは、フランシー総支配人がツイートするために全館放送が流れる。フランシーがツイートしました。まばらけだな。まばらけだな。あー、あまあ、そうです。でも夜中でツイートしても燃やすみーって今ツイートしたからそれが全館部屋に流れますから。あ、でもそれはいいけど、まあ寝る時間は、フナシー寝る時間は下に寝ようと思ってきて、ね、いいサービスだって。いいサービス、いいサービス。じゃあちょっと実現の方向でいきましょうか。じゃあまだいけますか。はい、もう一つでいきましょう。はい、はい、じゃあですね、もう一ついきたいと思いますので、あ、ここからはですね、あ、もう一個普通に行きましょう。もう一つでた、はい、はい、じゃあいきましょう。次の大喜利こちら。こんなフナッシーランドホテルは嫌だ。いや、さっき十分に言ったことない。ちょっと違う。ちょっと違う。こんなフナッシーランドホテルは嫌だ。あ、ゴロ行く？はい。はい、じゃあまたゴロ行きましょう。行くよ。はい。こんなフナッシーランドホテルは嫌だ。厄除け神社、ゴロ神社の厄除け付きサービス。え、嫌かな？いや、それいいことじゃないかもしれない。役よけがちょっと癖あるんですよね。あ、じゃあ試しにさ、どういう風に受けられるのかっていうのを船しにやってみてよ、ゴロ。ゴロの役よけをしてほしいと思う。ちょっとゴロ真ん中の方にやって。役を投げてもらっていいですか。役は投げるもんなんですか。ペンペンって投げるんですよ、ペンペンって。あ、ギズギズに役を投げる、そっから。あ、役を、役行きましたよ。役来た。ね、厄除けになるならいいじゃないですか。あれ最近、あれ最近ゴロさんがやってるんですよ。あ、そうね、なんか聞きますよね。この間僕目つぶせましたから。怖い怖い。はい、はい、さあ、じゃあどうですか。今のが怖い、闇感じますって言ってね。じゃあふにゃちゃんいく。はい、いける。お、はいはい、じゃあ呼びますよ。はい。こんなふなっしーランドホテルは嫌だ。ホテル名だけでふなっしー感ゼロ。フナッシーランド、ちょっと真ん中の方、ふにゃ真ん中に、あのウザリも一緒に行ってもらって、はいはい、うん、サンダス並びましょう。はいはい、絵面が汚れるから、ちょっとふにゃちゃんにちょっと、うん、行って。そうですね。そうですね。これ警察が来ても困る。だって。恥が好き。恥が好き。恥が、恥は愛知のポジションなの。みんな写真撮りたいから。そうそう、はい。来来来。はい。はい、ということですね。じゃあ、フナッシー、ここで大爆笑を。お。はい。来ました。じゃあいきますよ。はい。こんなフナッシーランドホテルは嫌だ。ゴリ社長の腕毛マッサージ。腕毛マッサージ。腕毛マッサージ。嫌って言っちゃった。腕毛でマッサージしてる。背中が急に終わったのにびっしりゴリ社長が腕毛がくっついてる。それはいない。あのゴーゴリ社長というのはチームフナッシーのグッズを作るところの社長の一人なんですけど、 GPS の社長知ってるのかよ。もしかしてね、あの、まあ、とにかくゴリって名前だけあるっていう感じのね。そうそうそう、腕毛がすごいんでしょ。フナッシーのグッズここに巻きつけても重くないっていう。あ、ゴリ社長蚊が止まっても蚊が逃げられなかったっていうケース。止まるんだ。捕獲できるんだよね。逃げられなくなるんですよ。食虫植物みたいなやつやん。死んでたって言ってたもん。そんな美味しいキャラの方です。そうですね、ありますよ、どっか。うん、なんか行こう。お、ふにゃ、ある？あ、ない？感想？どう？こんなふなっしーランドホテルは嫌だ。何？みんな何？じゃあ、あれかな？そろそろさ、行きましょうか。ねえ、あ、ゆずり行く？何も言ってないのに自分から。じゃあ、最後。最後でいいですか？最後？最後で、とりあえず行きましょうか。いいですか？はい。じゃあ、ネタ振りいかがでしょうか。あの人やりたいコーナーね、そうだね。じゃあ行きますよ。こんなフナッシーランドホテルは嫌だ。 GoTo トラベル不正受給。やめろ。嫌でしょ。やめろ。わかりました。迷った、もう一人だったんで、ちょっとやめてください。女性セブンで叩かれるやつでしょ。そうそうそう。
よりはい、ということでそれぞれに回答いただきましたけど、サナシの皆様、そしてゆずのお疲れ様でした。ありがとうございました。はい、でですね、実はちなみに、事前にですね、ツイッターでナシトモさんたちにも同じお題を募集しておりました。回答募集しておりましたので、いい、ね、はい、ご覧ください。いくつか発表させていただきましょう。まずは最初のお題、フナッシーランドホテルが発売した新サービスはとはのなしともさんの回答です。はい、こちらドン。みこさん、ずっと泊まりたいお客が続出するのでホテルから介護サービス付き老人ホームに転換。行きましょう。こちら、カイタさん、朝のバイキングでフナッシーがコロッケをその場で揚げてくれる。おフナッシーが雑誌の養成会でバイトしてずっとコロッケ揚げてたバイトしたって話からするでしょ。じゃあ得意だよね。得意だ、うん、でもちょっとナシ鼻に飛び散ったら熱そうだけどね、うん、でも本当にあのバイト入るじゃん、学校終わって、うん、6時間ずっとコロッケ揚げてたの。匂いもすごいつきそうだね。いい匂いが。はい、じゃあ次行きましょうか。もう一回あるかな。うん、マケマケさん、フナッシーランドホテルが発表した、新サービスとはお客様を台車で運んでくれる。あ、これいいね。あ、でもこのイラスト可愛くない？ね、あ、これいいね。ねえ、あの台車サービスがいいかどうかは別として、このイラストが可愛い。ちょっとこのイラストね、このお客さんのメッセージによって作られたわけですか。あ、この背景はフナッシーランドにフォトスポットとしてちっちゃいのあるんですよ、うん、こういうフォトスポットは、はいはい、それに合成の写真をお客様がカメラで。いいね、かわいいね。かわいい、これはちょっといいかもしれないですね。あの味わえるという、ね、はい、ただ意外と怖いんですよ、一回乗ったことあるけど。ちょっとガタガタするしね。そう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 、怖いってなっちゃう。じゃあ次の、お題でいきましょうか。はい、こんなフナッシーランドホテルは嫌だ。はい、こちらカナーパルンさん、フナッシー要素ゼロ。あれ、あれ、かかってない？フニャが言ったやつ同じだ。え、カナパルンさん。すごい、確かにね、もうフナッシーランドホテルって言ってるのにフナッシー要素ゼロはちょっとね、がっかりですね。さあ次行きましょう、こちら、はい、ラビニャンさんかな。フナッシーに合わせて冷房は完備、暖房はなし。あれ、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 一応伝えておきますけど、まだ閉めてないですよ。こんなにかぶってくる？かぶってないよ。かぶってない。かぶってない。じゃあ次最後行きましょう。こちらです。ドン。ちーさん、チェックアウトラッシュ時に船口先輩登場。現実世界でも。アウトだし。もうデビュー当初のなし。いいよ。お預かりするだし。現在3回ぐらいまで渋滞が出そうですね。ね。はい、ということで、あのお寄せいただいた皆さんもありがとうございました。移りたいと思いますので、ふにゃおいでー。はい、じゃあふなっしー、ふなごろー、ふにゃ左の方に行こうか。さあ、そっち、あのごろーの方に行きましょうか、みんな。はい、じゃあお写真タイム、左、真ん中、右とやっていきます。後ろ行きましょう。後ろの方にもお友達いますので、前の方ですね、お写真撮り終えましたら手を下げてあげてください。あ、おかしい、行く、みんな言ってるしー。はい、じゃあ行きますよ、せーの、はーい、なーし。はい、手高く上げてる方、ある程度取りましたら下げてあげてください。お入りありがとうございます。5、4、3、2、1。はい、ありがとうございます。ではステージ向かって左側の方に行きましょう。はい、じゃあふにゃその辺でストップ。 OK、 ありがとう。2回先いなーい。せーの、はい、なし。
らの7周目も出てますので、ぜひ一緒に撮ってあげてください。で、手高く上げてる方下ろしてあげてくださいね。はい、5、4、3、2、1。はい、ありがとうございます。さあ、続いて真ん中に撮りましょう。真ん中でシャッターチャンスです。その辺ふにゃ、OK。 はい、じゃあ行きますよ。真ん中の友達シャッターチャンスです。せーの、はい、なし、えにょほんとそれ、なし側がやばいことになりそう。はい、手高く上げてるお友達あんまりいなさそうですが、あの白の方へのご配慮お願いいたします。5、4、3、2、1。はい、ありがとうございます。さあ、続きまして右手の方にお越しください。はい、 OK、 バッチリ。はい、ステージ向かって左側のお友達、シャットチャンスです。せーの、はい、なし、よいしょ、上げてる方下ろしてあげてくださいね。5、4、3、2、1。はい、ありがとうございます。さあ、じゃあちょっと この辺でももう一回撮ろうか。こっち、そうそう、ふなっしー、ここでありがとう。はい、でふにゃとゴローもお願いします。せーの、はい、なし、あくださいね。5、4、3、2、1。はい、ありがとうございます。さあ、最後にですね、今日来ているなしともさんと一緒に三なしでお写真を撮っていきたいと思います。そうか、じゃあふなし真ん中で、そうだね。はい、このままふにゃもお兄ちゃんも、お手を囲んでください。で、この写真ですが、ふなしーランドのツイートはじめですね、いろんなところに掲載される可能性ございますので、もし写ったらまずいなという方がいたら、お顔をご自身で隠していただくようにお願いいたします。それ以外の皆さん、極上のスマイル、マスク越しでも分かるようなスマイルでお願いいたします。ニコ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 、あ、ちょっと待って、なんかゆずるがまだ張り切るつもりで、皆さんがいい笑顔になるように一肌脱ぎますって言ってます。やだ、もうやだ、はい、ということで大丈夫ですか。何が起こったのか分からず、あまり対応できませんでしたが、 OK。 はい、皆さんありがとうございました。以上、写真撮影タイムでした。さあ、それではですね、楽しい時間はあっという間で、はい、イベント終了のお時間となってしまいました。今なんか久々の話した。あ、フィア先生、誕生日会ってんのか。うん、正しい。脇毛処理してほしいねって、何かを聞き付けるようですね。いやいや、してたら怖いって。逆にね。これ、え、マジでし？これ、このくらった。久々の会って。聞いてた、今、流れてる。みんなでイベントできて嬉しいじゃん。そうだ、なんか最後に一言ある。うん、嬉しいです。この時間、この時間すごい。本当に嬉しいな、これでもね、美味しかったですね。で、ちなみにね、ふなし、はい、あのふにゃも誕生日ここでイベントやったんですけど、ゴロも5月6日に、
でちょっとあれなんで、はい。ハッピーバースデー。いい感じ、いい感じ。ハッピーバースデー。ハッピーバースデー。昨日ですけどね、今日じゃない。ありがとうございました。あ、じゃあ、大事な時にすみません。はい。はい、ナッシーから締めのコメント。あ、はい。ね、皆さん、こんなね、いろいろある中、本当に来ていただきまして、ありがとうございます、ナッシー。もう、ありがとうございました。ね、じゃあ、この先も、いろいろありますけど、こうやってみんなで、笑顔で集まれるように、祈りを込めて、感謝感激なシルクシャツ。
今時間が8時40分ぐらいになっておりますので、まあ、終電とかよほど遠くで来られてなかったらまだ大丈夫かなと思うんですけど、新幹線で来た方だとまずいのかな。もしもですね、あ、でもまあすぐ、もうすぐご案内できますので、すみません、お待ちいただきましてありがとうございます。スタッフさんが誰もいないんで、私の見た感じでご案内いたします。皆さんありがとうございました。あのお時間になりましたので、ぜひこちら遅いよすいません、ちょっと来たかいものを見せてしまって失礼しました。お気をつけてお帰りください。半分の人に謝ったけど半分の人に謝れてないから申し訳ない。はい、これもういいかな、こちらの皆さん。はい、大丈夫です。はい、ありがとうございました。お気をつけてお帰りください。気をつけてください。はい、そんな近い距離から撮っていただいて光栄です。ありがとうございます。